クララ・ラゴ・グラウは、スペイン、マドリード州出身の女優。1990年に、マドリード州で生まれた。それまでにもテレビドラマへの出演経験があったが、9歳だった2000年に、テール・カ・ビーダで、映画デビューし、同年には、アンテナ3で放送された、カンパニエロスにも出演した。2002年には、イマノル・リベ監督の映画、キャロルの初恋に主演し、五賞の新人女優賞に、 ノミネートされた。2008年の第56回サン・セバスティアン国際映画祭では、スペイン映画の最優秀新人俳優に選出された。2011年には映画ヒドゥンフェイスに出演し、ベルリン国際映画祭のシューティングスター賞に選出された。2014年にはエミリオ・マルティネス・ラサロ監督の映画、オチョ・オペイドス・バスコスに出演した。 この映画は2014年にスペインで公開された映画中最高の7700万ドルの工業収益を記録し歴代の工業収益ではアバターに次ぐ第2位スペイン映画としては歴代最高の工業収益を記録した2015年にはミゲル・アンヘル・ビバス監督のエクスティンクションの公開されマシュー・フォックスやジェフリー・ドノバンと共演したこの映画は フワンデディオスガルドゥーニョのベストセラー、ワイペセエトゥドゥの改作である。2011年から2014年まで2歳年上の俳優のフェラン・ビラ・ホサーナと交際していた。2014年4月、オチョペイドス・バスコスで共演した10歳年上のコメディアン、俳優のダニロ・ビラと交際を始めた。ありがとうございます。